このところウェブメディア各社の関係者から、スタートのタレント起用はどうなっているのか、テレビ局との関係性はどうなのか、などと尋ねられる機会が増えています。写真、テレビ各局が今、推している、旧ジャニーズのグループ。ウェブメディアの関係者がそれらを尋ねた理由は、旧ジャニーズの謝罪会見からちょうど1年が過ぎた、こと。また、 民放各局が行っている秋の番組改編説明会で彼らの名前があまり上がらないこと。さらに、ある民放局の起用に対する見解を聞きたいという問い合わせもいくつかありました。昨年9月に行われた旧ジャニーズ事務所の謝罪会見から1年が過ぎた今、最もスタートエンターテインメントとの関係性が近いテレビ局はどこなのか。 民放各局のテレビマンや制作会社のスタッフなどから聞いた話をベースに、スタートとテレビの関係性を掘り下げていきます。9月から顕著になった、推しグループ、前述した、ある民放局は日本テレビのこと。8月31日から9月1日にかけて放送された、24時間テレビ47で20年超にわたって旧ジャニーズの所属タレントが務めてきた。 メインパーソナリティというポジションを廃止するなど、これまでとは異なるスタンスを見せました。ただその一方で、9月10日放送の第44回全国高等学校クイズ選手権のメインパーソナリティにスタートのストーンズを起用。かまいたちや指原里乃さんなど他のメンバーは、超無敵クラスの出演者で固めていたほか、昨年まで事実上、 坂道グループやクイズノックが務めていたポジションだけに不自然さを指摘する声が上がっていました。さらに日本テレビは9月15日に、ストーンズの今日からプロデューサーズ、22日にゲームオブストーンズを放送。ストーンズにとって民放初の冠番組であり、前者がロケ、後者がゲームという異なるジャンルのバラエティを用意したところに、手応えが良ければレギュラーかも視野に入れる。 というニュアンスが推察されます。また、個々に注目しても、これまで日本テレビはストーンズのメンバーを起用してきました。森本慎太郎さんはバラエティのザ・鉄腕・ダッシュに加えて、ドラマのだが情熱はあると街並み照らす奴らに2年連続で主演。ジェシーさんは長年、有吉ゼミの八王子リホームに出演し続けているほか、今年はドラマ 新空港選挙のキーマンとして出演田中逸樹さんは今年バラエティのアベコベ男子の待つ部屋でで MC に起用されたほかドラマ悪魔ゲーム悪魔ゲームに出演高知優吾さんは旧ジャニーズ事務所に入った2009年からバラエティのスクール革命に出演し続けています新番組開始から半年でほぼ網羅 そもそも SixTONES は2012年の日本テレビ系ドラマ、私立バカレア高校に出演した6人で結成されたグループ。もともと日本テレビとの結びつきは強かったのですが、ここに来てぐっと力を入れた感があります。現在スタートのグループで人気、売り上げなどでトップに君臨しているのは SnowMan。圧倒的なセールスに加えて視聴率や配信再生への影響力も高まり、 民放各局はスノーマンの起用を進めたいものの多忙な彼らをグループで集めることは難しくなりました。すでにゴールデンタイム19から22時の冠番組それスノーマンにやらせてください TBSK があるため民放各局はグループではなく1から2人での出演を進めています。そこで民放各局は続く人気を誇るストーンズを起用したいのですが ここまで関係性を築いてきた日本テレビとしては譲れないところ、バラエティとドラマの両ジャンルで先行投資してきただけに、スタートの運営が軌道に乗り、24時間テレビが終わったタイミングでそのスタンスが現れ始めています。